キロ来ましたね。さあ1ヒント目トップタイムを出した小野選手、ここでバッチリタイムを出してくれるはずです。はい、さあそれでは1ヒント目トップタイムを出した小野選手、どういう方よろしいでしょうか。はい、それでは小野選手スタートします。さあ、ここの最終決勝というのはなかなか経験できないことを今決めて発表したいと思います。さあ、この大野選手なんですが、去年まで宮城県の私たちの宮城県の私たちが始めた29秒です。お疲れ様です。さあ、2ヒート目が終わりました。